こんばんは、こんにちは、ゼロです。こんばんは。今日はね、動画ということで、多田神社霊堂になってるらしいんで、それでは探索の方に行こうと思います。で、鳥居なんでね、左側から行きましょう。ちょっとね、車が多い。今回ね、動画ということで、ライブにやったら一瞬で終わっちゃう感じがしたんで、この赤い橋を渡って、ちょっと向こうの方に見えてるのが多田神社。夜間ね、行けないんですよね。夜間はちょっと行けなくて、ここ結構車通りが多いんで、今も来てるんだけど。後ろから車。はい。後ろから車と結構来てて。結構ね、すごいよ、この大自然。暗くて映ってるか分かんないけど、全然暗くても。この大自然。すごいよね。すごい短い動画になるとは思うけど、一応心霊スポット。なんかね、心霊スポットって感じっていうか、マイナスイオン系の感じがするかな。なんか言うたら歴史を感じますね。そうそうそう。これね、廃墟や思いつきや、これ横に廃墟やと思ったけど、調べたら来てました。ちょっと上までは行けないけど、もうね、この時間じゃなくて昼間やったら皆さん行けるんで。この時間はちょっと行けません。綺麗はですね。手入れされてんじゃん。うん、だいぶ手入れされてる。ここの大きく多田神社って。びっくりした。人が歩いた。ちょっと人が歩いてる。ほら、まあ、そういうこともあります。そうそう、現れたかな、また。多田神社ですね。今日の人が真っ暗なとこあるんで。見えてるやんな。見えてるよ。これですね。神社周りみたいになってるけど、すごく歴史がある神社と思うんで。もうスマホ撮影なんで。最近動画もスマホ撮影がちょっといいかなって考えて。ビデオカメラもあるんやけど、また車来た。これが多田神社です。今日は浜ちゃんと2人、ちょっと戻っていこうと思うんですけど、人がいなくなって車が多い。とにかくこういう場所やな。これを行きましょう。すごい。ほら、見てこの川の流れ。すごい。これ、ちょっと生き物採集で使えるなって、ガサガサしてみた。もう一個の心霊スポットになっている多田神社でした。まあ、これだけなんですけど、昼間はね、朝の7時から夜の7時まで入れるんで、参拝するのにしてください。この辺は霊堂で有名らしいからね。みたいですね。いろんなところで霊が出てるらしいよ。面白いですけどね。ちょっとここ振り向かずらに。それではね、今回ちょっと短い動画だったんですが、ちょっと映したかったんで、まあ真っ暗な中ではありますが、見えるかな。よろしくお願いしますということで、ゼロと浜ちゃんとD
でした。ではまたね。